家の固定回線をやめて今お持ちのスマホだけで通信環境を一本化。スマートで無駄のない通信環境を構築してみてはいかがでしょうか。どうも、リゴローです。今回の動画では今お持ちのスマートフォンを家の固定回線の代わりにして、通信費を、抑える方法をお伝えしていきたいと思います。で、これはスマホのテザリング機能を使って、その電波をある方法を使って自宅のルーターに接続してスマホを固定回線化してしまおうと。で、スマホだけでの通信ライフを送りましょうっていう話です。はい、まずね、この固定回線化、どんな人におすすめなのっていうことなんですけど、まず高速大容量通信を必要とせず、とにかくコスト重視の方、引っ越したばかりでまだ家にネットの回線が来てない方、高頻度にね、しょっちゅう引っ越しをする方ですね。あと、スマホだけで通信を完結させたい方。複雑なね、自宅の LAN 環境があって、テザリングではちょっと不満な方。自宅以外で LAN 環境を構築する必要がある方。で、とにかく貧乏な方。などなど。いろいろなシーンでね、いろんな用途で使える機能だと思います。で、スマートフォンのね、家の固定回線の代わりにってどういうことと、意味不明な方もいらっしゃると思いますので、一般的な家に引いてある固定回線と、モバイル Wi-Fi、あとスマホのテザリングなどの違いをね、説明した上で、じゃあどのようにね、固定回線ができるのかっていう流れでね、話していきたいと思います。はい、まず固定回線ですね。固定回線は、今はほとんどがね、光回線かと思います。いろんな通信キャリアが、光回線のね、サービスを展開していますが、通信速度はね、住環境やキャリアによって差は出てきますけど、どこも基本的に通信容量制限はなしで、無制限にね、ネットにつなぐことができます。ただ、戸建てとかだと、例えば設置時にね、工事費がかかる場合がありますし、固定回線の場合はね、申し込んでから開通までに2週間から1ヶ月ほど、ちょっと時間かかるかなという感じです。で、この固定回線の場合は、いわゆる有線で自宅に回線を引いて、その線をルーターに接続した上で、ルーターから有線だったり無線 LAN だったりで、各デバイスがね、インターネット通信できるようになるわけですね。で、ルーターを使えば、その LAN 環境に接続されたデバイス同士が多方向に通信できるわけですね。例えばスマホや PC からプリンターにとか、タブレットからテレビにとか、機器同士の横のつながりができた上で、外側のインターネットにもアクセスできるということですね。はい。はい。では、モバイル Wi-Fi ルーターについての説明ですけど、これもね、今はね、様々なキャリアがいろんなサービスを、展開してますが、速度や安定感という点において、固定回線よりは劣りますが、なんといってもね、携帯性、そして工事費がかからない点、申し込んでから端末が届けばね、すぐにサービスを利用できる点が魅力です。ただ、固定回線と違って、通信制限があるケースがほとんどだと思います。最近ではね、無制限と謳ってるところもありますけど、例えば3日で1ギガ以上使った場合は、極端な通信制限を食らったりとか、あと追加容量を買うなどしてね、制限を解除するサービスなんかもありますね。で、この制限が 128kbps と、めっちゃ低速なんで、制限を食らった時は、ほぼ死亡と言ってもいいと思います。またね、使用場所によっては、極端に通信速度が落ちる場合もありますので、タワーマンとかね、そこが要注意なのと、あと電波をつかむね、エリアがトリッキーで、田舎だからといって繋がらないわけでもなく、都会だけど全然繋がらないとか、使ってみなければわからない怖さはありますね。ただ安定した通信さえ確保できれば、固定回線と同じように、充実したね、LAN環境を構築することができますが、無線なので、無線 LAN に対応してない、有線接続のデバイスがある方は、厳しいですね。しかし、ものによっては、クレードルといってね、ドッキングステンションみたいなものがあるんですけど、それを使えばね、LAN ケーブルを使用できるようになります。あとは、固定回線と、基本的には同じですよね。はい、次、固定回線、モバイル Wi-Fi、この2点の共通点としてはね、まずね、通信費がね、高いですよね。はい。今いろんなキャンペーン打って安いように見せかけてますが、実際こんなもんですよね。で、あと契約期間が2年以上のものが多いので、当然、中途解約の際はね、違約金が発生しますけど、最近はね、違約金が発生しないキャリアもあるので、以前よりはね、敷居が低くなったのかなと思います。はい、続いてはスマホのテザリングの説明ですね。テザリングは少し事情が変わるんですが、仕組みとしてはこんな感じです。スマホを Wi-Fi ルーターのように使える機能なんですが、個々のデバイスは、スマホを通してネットにつながるんですけど、テザリングが各デバイス同士の通信ができないんですね。いわゆる横のつながりを持てない縦割りってやつですよね。
で当然無線 LAN 非対応のデバイスは Wi-Fi 接続ができないので、まあ、テザリングが各デバイスを単体でね、つなぐ場合や、緊急時に使うケースが一般的かと思います。でテザリングは厳密には無線 LAN 環境を構築するものではないということなんですね。まあ、そこをご理解いただければと思います。で今回はこのテザリングを利用して固定回線化しようという目論みです。で、まあ、どういうふうに構成するかというと、こんな感じですね。スマホとルーターの間にですね、コンバーターというものをね、無線で接続して、まあ、コンバーターから有線でルーターやハブにつないで、固定回線と同じように、まあ、デバイス同士が横のつながりを持てる、LAN 環境を構築しようということなんですね。はい。まあ、こんな感じで、固定回線と同じようにできちゃうと。で、ここ、ここ囲った部分ですね。つまりこの部分を、まあ、固定回線的にしちゃおうっていうことなんですね。はい。じゃあではコンバーターって何なのってことなんですけど、まあ、厳密に言うと、イーサーネットコンバーターってやつで、例えば2階建ての家で LAN 環境が1階にしかなくて、しかも無線のみという場合、2階にコンバーターを置いて1階の電波をキャッチして、そこからイーサーネットケーブルで、まあ無線に対応してないデバイスをネットに接続させるものなんですが、まあ中継機みたいなものって言えばね、わかりやすいかもしれませんね。ただね、市販されてる中継機はいろいろありますけど、スマホのテザリングにはね、対応してないんですね。設定ではね、テザリングの電波を認識できても、まあ、実際にはうまく接続できないんですよね。で、実際にこの TP-Link、今お見せしている TP-Link の中継機 RE200 っていうものでね、実際にテストしましたけど、ダメでしたね。他の中継機ではね、どうなるかわかりません。もしできるよって情報あればね、コメントいただければなと思います。はい、そこで登場するのがこれです。はい、中継機でもあるんですが、まあ、基本的にはね、Wi-Fi ルーターである Apple の AirMac Express ですね。まあ、今はなき。エアマックエクスプレスですけど。で、このアップルのエアマックシリーズには、まあ、エアマックエクストリームとかタイムカプセルとか、まあ、このエアマックエクスプレスの上位機種もあるんですけど、まあ、それらは今回の固定回線化には非対応なのでご注意ください。このエアマックエクスプレスにしかできない技なので。はい。で、エアマックエクスプレスは、まあ、すでにね、廃盤の古いルーターなんですけど、まだまだ現役で使える頼もしいデバイスなんですよ。で、まずはね、安い。メルカリで送料込みでね、1000円から2000円ぐらいで買えます。はい、機能としてもね、AirPlay に対応してますので、Wi-Fi 非対応のオーディオを、まあ、AirPlay 対応機にすることができるわけですね。で、自分は古いラジカセにつないで、NAS の音楽データをスマホやタブレットから飛ばして聞いたりしています。で、USB ポートも付いてるんで、Wi-Fi 非対応のね、プリンターに接続して、Wi-Fi 対応プリンターに返信させてくれたりとかですね。あと無線 LAN のね、中継機としても当然使えるので、まだまだね、オワコンではないんですよね。はい。はい、さらにさらに、Apple 製品だからといってですね、Mac にしか対応してないわけではなくて、まあ、Windows 7以降のね、PC なら設定できるし、まあ、今回のプランではね、iPhone だけではなくて、Android スマホのテザリングにも対応しているし、まあ、YMAX やポケット Wi-Fi などにもね、接続可能なので、まあ、専用クレードルとかね、必要なかったりで、まあ、素晴らしいです。やっぱりね、オワコンじゃないんですよね。AirMac Express はもう売ってないので、中古品をね、買うしかないんですけど、まあ、買う際の注意点は、この機種はね、3世代にわたってのラインナップがあって、初代のものは対応してないわけではないんですけど、まあ、10年前の MacOS 10.6 スノーレパード以前の PC で設定ができないので、まあ、今回は対象外とさせていただいてます。はい。で、第一世代と第二世代はね、筐体が同じなので、まあ、買う際はね、必ず型番を確認されることをお勧めします。本体横にね、小さい文字が書いてあるところに、モデルナンバーが記載されてますので、まあ、必ずその A1264 のもの、もしくはね、第三世代の A1392 のものを買ってください。固定回線化にね、必要な通信環境をちょっと整理しますね。まあ、二つですね。テザリングができるスマホを使っている。まあ、テザリングさえできれば、そんなに新しい機種じゃなくても、まあ、かなり古い機種でもいけると思います。で、次が、スマホ大容量プラン、または容量制限のない使い放題プランで契約していると。はい。まあ、どんだけ使ってもね、まあ、追加料金が取られないようなプランであることが、まあ、必須なのかなと思います。ちなみに僕はこれで、家にね、ネット回線が入る前までは月に100ギガぐらい使ってたので、通常のプランでは、まあ、無理ですね。はい。で、今回はですね、その楽天モバイルですね。楽天モバイルのスーパー放題のプランでご案内させていただきたいと思います。で、楽天モバイルについてなんですけど、まあ、楽天モバイルのスーパー放題というね、まあ、月額1480円からのプランなんですけど、この特徴がですね、通信容量月2ギガまで。
10分以内の電話かけ放題付きで無料でテザリングができる。ですごいのがここですね。通信容量2ギガを超えた場合は通信速度最大 1Mbps に制限されるけども、その後も使い放題ですよということですね。なんといってもここです。どんだけ使っても追加料金取られることなく1メガぐらいの速度を安定的に使えますよっていうこの安心感ですね、これがすごいなと僕は思います。ここでいう通信速度、通信容量についての説明なんですけど、メガ BPS って何なのってことなんですけど、メガビットパーセカンドの略ですね。データ容量のことです。8メガビットはだいたい1メガバイトってことですよね。メガビットとメガバイト、ちょっとややこしいんですけど、まあ、8メガ BPS っていうのは、1秒間にだいたい1メガバイトの容量のデータ転送ができると。で、この楽天モバイルでいうところの、まあ、制限食らってからの 1Mbps というのは、だいたいですね、毎秒 0.125MB、まあ、125KB のデータを通信できるという速度ですね。まあ、1秒間に125ですね。はい、これ、まあ、YouTube のね、動画閲覧ならなんとかいけるレベルなんですよ。で、今度は容量の方ですね。通信容量、ギガバイト。よくギガがないとかね、皆さん騒いでますけど、1ギガバイトはだいたい容量で言うと、メガバイトに換算すると1000メガバイトですね。厳密には1024メガバイトなんですけど、100万キロバイト。バイトに直すと10億バイトですかね。はい。で、この通信容量付き、まあ楽天モバイルの2ギガバイトっていうのは、仮に1メガ BPS の継続通信とした場合、1万6000秒、で到達しちゃう容量ってことですね。4時間半で、1メガで通信し続けるといっちゃうよっていう数字です。はい。まあ、この辺は、参考なので、まあ、さらっと流していただければと思います。固定回線化に必要なハードルの整理ですね。はい。まずはスマートフォン、iPhone もしくは Android、AirMac Express、設定用の PC ですね。設定はパソコンで行います。Mac もしくは Windows。はい。で、無線 LAN ルーター。これ特に無線じゃなくてもいいんですけど、ハブでもいいんですけど、無線 LAN ルーターですね。LAN ケーブル。LAN ケーブルはですね、まあ古いものでもいいんですけども、基本的にその AirMac Express からルーターにつなぐケーブルが絶対必要ってことと、あと設定時にパソコンとルーターをつなぐケーブルがあった方がいいです。無線で設定できる機種もあるとは思うんですけど、まあ、ここでは有線で説明するので、LAN ケーブルは基本2本あった方がよろしいということです。はい、固定回線化の流れの説明ですね。まずは、スマホをテザリングモードにする。で、スマホと AirMac Express を接続する設定を行う。これは Mac もしくは Windows で説明します。で、AirMac Express と無線 LAN ルーターを接続して設定して、接続の確認をするということ。で、最後に、想定されるシーンでの動作確認と実際の使用レビューと注意事項の説明を行いたいと思っています。はい、それでは Android のテザリングの設定を行いたいと思います。設定ですね。設定をタップして、ネットワークとインターネットをタップします。で、上から4番目のアクセスポイントとテザリング、こちらをタップして、Wi-Fi アクセスポイントですね。上から3番目の Wi-Fi アクセスポイントをタップします。今オフの状態なんですけど、2番目のこの設定ですね。Wi-Fi アクセスポイントセットアップ。こちらで、ネットワーク名と、まあ、パスワードですね。をあらかじめこちら設定しておきます。で、テザリングの場合は 5GHz がおすすめです。で、これで、保存ですね。保存をかけておいて、今オフの状態をオンにします。左上のこのブルーのアイコンがね、表示されている状態ですね。この状態がテザリング中ですよという表示になります。以上が Android のテザリングの設定になります。はい、iPhone のテザリングの設定を行います。設定アプリを立ち上げて、上から 1,2,3,4,5 番目のインターネット共有をタップします。Wi-Fi のパスワード、こちら 1234567 と、まあ、あらかじめこのパスワードを設定しておきました。で、この上のね、他の人の接続を許可、ここをオンにするだけで設定は完了なんですが、特に表示上、テザリングをオンにしたところで何か変わるわけでもないんですけど、これオンにして他のデバイスが接続された時に、上のバーが青くなるっていう感じになります。ちょっとそこら辺は Android とはちょっと違うんですけど、これちょっと試しにね、この他の人の接続許可をオンにしてから、他のデバイスで、ね、接続してみたいと思います。まずはオンにします。はい。オンにしました。はい。今、他のデバイスがね、接続されました。こんな感じで、ブルーに表示されますね。
まずこの電源に差し込んだらですね、工場出荷状態にしますね。で、底面に、一番右側ですね、これリセットボタンがあるので、これ押します。押してしばらくすると点滅するので、はい、点滅しましたね。点滅したら、ペンを離してください。これで、初期化が始まります。これが今点灯状態ですけど、点滅したら、設定ができるようになります。それまで少し待ちましょう。点滅が始まったので、Mac から、まずはね、説明したいと思います。はい、まずはですね、ハードディスクの中のアプリケーションの中のユーティリティですね。その中に AirMac ユーティリティがあるので、これを立ち上げます。はい、今ですね、別のルーター、AirMac Extreme、山小屋っていうね、ネットワークに接続されてますけど、まあ、ここは無視してください。で、その他の Wi-Fi デバイス、カッコ1ってあるんですけど、ここにですね、AirMac Express が認識されているのが、わかるかと思います。で、これはこっからでもね、確認できるので、まあ、どちらでもいいです。まあ、今はこっから、はい、行きますね。はい。今ですね、他のネットワークに接続されているので、そこの、まあ、ここ山小屋ですね。ここに接続しますかって出るんですけど、これだとちょっとよろしくないので、まあ、その他のオプションで、ネットワークを新規で作成と。ここからいきます。で、名前は、わかりやすく、まあ、今回は AirMac Express としておきます。で、パスワードはですね、まあ、これも適当で任意のパスワードを設定してください。まあ、この AirMac Express にアクセスするときのパスワードですね。はい。これは次へですね。はい。今ちょっと点滅が止まりましたけど、点灯になりましたね。今パソコンの方から AirMac Express の方に今指令を出してるわけですね。新しいネットワーク作りますよっていう今状態です。点滅始まったんで、で、これまたしばらく待ちます。はい。今設定を完了しましたって出るので、で、ここで完了ってわけじゃないので、これで初めて AirMacエクスプレスがですね、ネットワークを作りましたよってことなんですね。で、こっから、いわゆる iPhone につなげていく作業をね、行いたいと思います。で、AirMac Express をクリックして、まあ、編集ですね。編集をして、ワイヤレスっていうのを押すと、この上の方です。ネットワークモードのところに、このワイヤレスネットワークに接続ってあるんですけど、これを使います。で、このワイヤレスネットワークに接続という項目が、AirMac Express にしかないんですね。AirMac Extreme とかタイムカプセルには一切この表示はされないので、はい。これが特殊ですね。はい。じゃあ、ここでネットワークに接続とします。で、これクリックすると、今、家の中のネットワークの項目が一覧が出てくるんですけど、ここに iPhone は出てこないんですね。これがまか不思議なんですけど、Android は出るんですけど、なぜか iPhone は出てこないっていうね、おかしな Apple 製品ですけど。で、ここにですね、ネットワーク名を入れます。じゃあ、ネットワーク名ってどこかって、どこにあるのっていうことなんですけど、設定の、iPhone の設定の一般の、一番上ですね、情報ってのがあるんで、そこに名前ってのがありますよね。ここの名前に書いてあるものをここに入力します。まあ、僕の場合は iPhone 6S。P は大文字ですね。なので、これを入力して、ワイヤレスセキュリティを WPA、WPH パーソナルにして、今度は、いわゆるテザリングするときのパスワードですね。iPhone で設定しているパスワードを入力します。このパスワードが正しくないとアクセスできないので、はい。これで設定は終わりです。で、これでアップデートを押すと、また再起動が始まるっていう流れなんですけど、で、わかりやすく iPhone の挙動をね、挙動と一緒にこれちょっと見ていただきたいので、iPhone の照準を合わせて、はい。これでアップデートをかけます。これで再起動が始まって iPhone に接続されるわけですね。うまくいけばですけど。で、この設定はですね、一回やってしまえば、あとはもうね、電源抜き差しするだけで、まあ、iPhone の方でね、テザリングオンオフにするだけで、自動的に接続されるようになりますので、これ最初だけです。で、なかなか接続されないなって思うときは、一回これ、許可をオフにして、オンにして、やってみてください。はい。今、つながりましたね。
ここが青くなりましたね。これテザリングできてますっていう状態です。はい。そうするとこれ上がグリーンになりましたね。はい。これで iPhone と AirMac Express が接続されたわけです。で、パソコンの方の画面を見ると、これさっきオレンジだったのがグリーンになりましたね。はい。これで接続は完了です。で、あとは、このね、AirMac Express からルーターにつながる設定ですね。それを説明していきたいと思います。はい、Windows の場合ですね、今回は Windows 10で、ご説明させていただきます。概要欄に書いてある URL からですね、ソフトですね、アプリケーションをダウンロードするところからの説明になります。はい、これダウンロードですね。はい、実行します。はい、インストーラーが立ち上がったので、これでインストール進めていきます。はい、完了ですね。はい、完了したのでもうブラウザは必要ないです。それではね、こちらから AirMac Utility を立ち上げます。はい、そうすると AirMac ベースステーションなんちゃらかんちゃらっていうのが出てくるので、これもさっきの Mac と同じですよね。はい、右クリックで手動設定を選択します。ですね、この AirMac を選択した状態で、まあ、ここですね、まずベースステーションの方で名前を設定します。これも先ほどと同じように AirMac Express と、はい、パスワードですね、これも任意のパスワードで OK です。記事に保存しておきましょう。で、次が、ワイヤレスですね。ここにはネットワークを作成ではなくて接続ですね。ワイヤレスネットワーク接続で、今度は iPhone がなぜか出てくるっていうね、まか不思議な。はい。これ WPA、WPA2 パーソナルを選択して、テザリングのパスワードですね。入力します。はい。で、更新ですね。はい。続ける。これで待ちましょう。はい。今、グリーンになって、テザリングもオンになった状態で、はい。これでもう接続されましたね。まあ、Windows だろうが、Mac だろうがね、まあ、どちらからやっても、結局結果は同じということですね。次はですね、ルーターに接続する設定を行います。はい。まず、これは TP-Link の Archer A9 っていうルーターなんですけど、こちらにつないでいきたいと思います。これもう、グリーンですね。グリーンってことは、固定回線の状態です、ここ。まず、LANケーブルね。つないで、で、このルーターのですね、ここですね、ワン側、ここに接続します。で、これでもう、まあ、電源入れるの忘れた。電源入れますね。あとは、パソコンの方でね、設定しなきゃいけないので、4つポートあるんですけど、まあ、どこでもいいので、パソコンで設定するために、まあ、2番ぐらいで、一旦ね、パソコンにつなぎます。ルーターのメーカーによっていろいろ設定の方法違うと思うんです。この場合は、まあ、LANケーブルを通じて設定を行います。それでは、パソコンから設定をしたいと思います。まあ、ルーターによってね、接続の方法異なるんですが、この機種の場合は有線 LAN でつなぎます。はい。で、クイックセットアップ。次へ。今 PPPoE の設定だったんですけど、これを動的 IP ですね。DHCP でつなぐ感じです。はい、次へにして、これは無線 LAN の設定ですね。山小屋 SP とね、命名しています。はい、次へ。はい、これで行きましょう。保存します。そうすると、ここが、ですね、変わるはずなんですけど、はい、設定の方が完了ですね。はい。はい。今変わりましたね。ここが赤からブルーに変わったので、AirMac Express からデータが飛んでると。飛んでるとか、有線でね、来ましたよっていうサインですね。はい、これで OK です。で、パソコンのとこの接続はもう必要ないです。これも一回設定してしまえば、ね、関係ないので、今こんな感じですね。スマホとこれが、このルーターにつながってると、線でつながってるという状態です。ってことで、今度はパソコンでね、接続の状態を見てみますけど、
今 iPhone6S になる。これ、山小屋 SP ですよね。SP の 5GHz で つないでいます。はい、つながりました。今、土曜日の夜8時ぐらいなんですけど、楽天モバイル、まだこれ制限前ですね。2.4 メガですね。遅いですね。アップロードが、まあ、こんな感じです。じゃあ、YouTube 見てみましょうかね。ちょっと読み込みには時間かかってますけど、うん、まあ再生が始まれば特に、止まったりなんてことはないですね。いいんではないでしょうか。はい、一応これがルーターの設定ですね。はい、次はエアマークエクストリームとの接続をちょっとやってみたいと思います。はい、次はですね、エアマックエクストリームですね。今、まあ、電源つながってる状態なんですけど、まあ、先ほどと同じように、このエクストリーム、エクスプレスからね、エアマックエクスプレスから、このワンポートにケーブルを接続します。で、これだけですね。あとは無線の方でね、無線で Mac の方から設定しますので、今、ここね、オレンジのランプがついてますけど、これちょっと設定しながらね、変えていきたいと思います。で、サファリを開いてですね。あ、サファリじゃない。ごめんなさい。AirMac Utility ですね。AirMac Utility を開くと、はい。山小屋ってのが出てきますけど。パスワード入れなきゃ。パスワード入れます。はい。今、接続がない状態ですね。まあ、今はですね、いわゆる PPPoE 接続。なってるわけですね。で、まずここのね、接続方法を DHCP に変更します。で、さらにこのネットワークでこれをね、ブリッジモードにします。で、それでアップデート。これだけですね。これで再起動をかけます。で、今ここをちょっと見ていただきたいんですけど、ここがね、グリーンになれば設定完了です。さあ、どうでしょう。来ましたね。はい。これすいません。ちょっとこれ無視してもらって。はい。はい。ネットワークがこういう感じになりました。じゃあ、つないでみましょうか。山小屋ね。山小屋5ギガ。まあ、どちらでもいいんですけど。はい。こんな感じでね。山小屋に接続されました。はい。で、この状態で、じゃあ、スマホを、これを、持って外出したらどうなるかっていう状態をちょっと見てみたいと思いますけど、今ね、両方これグリーンになってると思うんですけど、はい、じゃあこれを持って外に出るとします。はい、オレンジになりましたね。はい、じゃあ家に帰ってきました。家に帰ってきました。どうなりますか？はい、繋がりましたね。で、パソコンで見ると、はい、どうでしょうかね。アクセスできるか。はい、できてますね。エアマックユーティリティも確認しましょう。はい、問題ありません。こんな感じです。これのやっぱり素晴らしいところは、まあバッテリーの減りは早いんですけど、テザリング中は。だけど、普通に使えちゃうんですよね。はい、もう一回じゃあ外出してみましょうかね。オレンジになりました。ただここはグリーンのままなんですね。まあ外側には繋がってないけども、内側のね、LAN環境は生きてますよってことなので、例えば、今パソコン繋いでますけど、他のね iPad とか、Apple TV とか、ここに繋がってる Wi-Fi 機器同士の連携は取れるということですね。ただ、外に電波が行かないという。で、じゃあ、家に帰ってきました。はい、帰ってきました。どうなりますかね。はい、バッチリですね。まあ、こんな感じです。はい、バッチリです。はい、固定回線化、いかがだったでしょうか。注意点としてね、スマホのテザリングはバッテリーの消費が早いので、まあ、ハードに使う場合はね、できるだけ充電状態にした方がよろしいかと思います。あと、テザリング中に電話を使用する場合は、まあ、回線が途切れるっていうふうに言われてますけども、僕の場合は、通話中でも問題なく通信できてるんで、まあ、使う端末のね、機種や通信キャリアによって、まあ、状態が異なってくるのかなと思ってます。また、ルーターにね、Apple の、AirMac Extreme または、タイムカプセルですね、使った場合、iPhone だと、テザリング中に、まあ、それらの Wi-Fi 電波をね、拾いに行ってエラーが起こる場合があるんですよね。
で、この問題はもう僕ね、あらゆる手段を講じても一向に解決できなかったので、まあ皮肉なことではありますけども、iPhone を使用する場合は、Apple 製品以外のね、ルーターの使用をお勧めします。で、まあ使用感ですけど、まあ、ここに引っ越した時に、まあ2ヶ月ほどね、この固定回線化で過ごして、月に約 100GB ほどのデータ容量を楽天モバイルで使ったんですけど、まあ、特に制限を食らうこともなく、まあなんとかなりました。ただこれは自分の場合であってね、まあ使用場所やまあ環境で状態は変わるのと、あと楽天側の使用でいつ制限を食らうかわかりませんので、まあこのあたりはね、自己責任でお願いします。ちなみに楽天モバイルはお昼時12時から1時と夕方18時から19時ですね。極端に速度が遅くなるので、もうこの時間はネットから離れてね、他のことやった方が無難です。まあそれくらい遅いってことですね。ってことでこの固定回線化、魅力は何と言ってもね、もうスマホをケーブルとかにつないで固定しなくてもよくて、まあ普段通りのね、テザリング上のスマホとして使えるということですね。しかも、携帯電話の電波を使うので、まあ通信エリアも特にね、気にしなくていいのがいいですよね。まあ僕もね、もう Mac 歴がもう少しでもう27年になろうとしていて、まあ過去100機種以上の Apple デバイスを使ってきましたけど、今回ご紹介したこの AirMac Express はね、もう歴代 Apple デバイスベスト10に入る名機だと思ってます。廃盤とはいえね、まだまだ使えるんでね、まあこの機に購入される方はね、ずっと愛し続けていただければなと思ってます。はい。今回長々とね、ご視聴ありがとうございました。ではまた。